どうも、コッキーでーす。どうも、トイです。はい、今週も先週に引き続き、はい、キッド&ローバーサスビッグマムの戦いがまあ描かれたわけです。いや、もう激アツでしたね。もう激アツも激アツも激アツの殿堂ということでね。死んでも屋上に行かせねえっていうからのも今週の展開はめちゃめちゃ熱かったでしょ。はい。2週続けて一つの戦いを描いてくれたこと自体がもう本当に嬉しくて。そうですね。また珍しいことでしたよね。ルフィ以来でやってるともかなり珍しいですよね。そうそう。まあ、そんな4校との戦いなんでもうちょっとね、たくさん見たいんですけど、確かに確かに、まあ、テンポ感も大事なんで、画面の展開もたくさん移り変わるんでね、まあ、最近しょうがないと思ったんですけど、2週連続でキッドローが見れるだけでもめっちゃ嬉しいんや。そうっすね。ただね、皆さん一つだけ疑問がね、感じたことが僕あるんですけど、今週の戦いでビッグマムは本当に倒されたと思いますか？ああ、まあ僕ら結構倒されてないって言い続けてますからね。言い続けてるんですよね、まあ、ただここまで来るとどうかなっていうのは正直ありますけどね。なるほどね。まあそうそう、僕たちの中の結論から申し上げますと、まあ、ビッグマムは倒されていないんじゃないかということなんです。まあ、つまり、はいはいはい、死なないということなんです。で、最終的にはとんでも考察になるんですけど、ビッグマム麦わらの一味入りする可能性について話したい、まあ、もしくはね、麦わら大船団の仲間になるんじゃないかということなんです、うん、そういう展開になるってことは予想されてる方もいれば、大多数のワンピースファンって、はい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 、いやいやいや、ビッグマム仲間になるどういうことやねんって思うかもしれないんですけども、そうですね、ホールケーキアラの編からビッグマムってどんだけ引っ張んねんっていうのがあるんでしょう。今ってカイドウ編なんですよ。まあそうですね、かねてより待望やった。そうそう、で、言ったら桃之助とか和の国の人たちの思いを晴らすためには、はい、カイドウをもっとピックアップせなあかんのに、ビッグマム正直、まあ、まあ邪魔とまではいかんけど、ややこしいな、あの人来て。そうなんよね。そう、さすがに和の国に倒されてるでしょっていう人もだからいるんですよ、はい、でもね、4校ってまずめちゃくちゃやばいんですよね。ほうほうほう。まあ、そういう描写ってたくさんあったわけじゃないですか。ありましたね。まあ、中でもカイドウとビッグマム、この2人も戦闘の上手さ、いった臨機応変にいろいろ対応するとか、ほうほうほう、いろんな能力を知ってるから、で、海賊としての経験値が何よりもやっぱあることがルフィとかキッドローとかよりも勝ってるところの要因かなと思うんですけど、まあ、確かにお前らみたいなやつを海に沈めてきた言ってましたからね。そうそう、しかもそれ以前に生物としての個体値みたいなのがめっちゃ強いでしょ。確かに、もうルナリア族ちゃうんか言われ、キルつかへんしね。ポケモンでいうとこの種族値みたいな、そうそうそう、まあ、めっちゃ高いみたいな、めっちゃ高い感じしますね。そう、この異常な強さっていう描写の他に、うん、カイドウが死にたがってるという、まあ、描写、はいはい、まあ、4校は死なないんじゃなくて、うん、死ねないんじゃないか、呪いにかかってるんじゃないかっていうことを実はですね、2年前に僕考察動画出してるんですよ。4校は全員不死の呪いにかかってるということで、こちらのね動画を出してるんですけど、なんと70万回再生以上されてる。いやー、すごいですね。ありがとうございます。すごいよね。まあ70万再生ってまあすごい数字なんですけど、まあ、4校不死身じゃんって思っていた方がそれだけ世の中に多かったという証明だと思うんですよ。まあ確かにな、はい。でまあ、ただ最近の展開を見ていると、ルフィは覇王色をまとってちゃんとカイドウにダメージも当ててるし、ビッグマムについても別にカルメルの写真を壊してダメージを与えるっていうのが最初の設定だったと思うんだけど、そんなこともなくキッドローがちゃんとダメージ与えてるやん。知らんうちに割ってたんかもしれんけどね。バン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 、うん、バン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 、ここに入れとったやつとかをバン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 、次だバン、そうそう、次だバン、そう、めっちゃ忙しいやん。さすがに死ねないってことはないんじゃないかなということを思っちゃった。まあそうですよね。キッド自身もね、石は水滴でなんちゃらかんちゃらみたいな活動を言ってましたよね。いや、そう、なんちゃらかんちゃらが重要なんですよ。削れるってことね。改めて考察した結果、うん、新しい説をちょっと見つけたんですよ、はい、それが今回ご紹介します。4校は全員魂を2つ持ってる説。魂2つ。そうなんですよ。結局ね、シューティングゲームや格闘ゲームでも決まりなんですけども、うんうん、自分の何機あるみたいなのあるよ。まあありますね。そう、例えばマリオとかでも1回してると、はい、あと1機残ってるからみたいな。確かに。そう、キノコ取ってまた1機増えましたみたいな、うん、言い方するやんか。っていうように自分のライフみたいなのが何個かあるんじゃないかなってまず思ったんですよ、うんうん、そうですね。で、このね、魂2つ持ってる説をまずビッグマムに当てはめると、うん、冒頭のビッグマムが味方になるっていうのが予想できるというか繋がってくるんですけど、まあ、だからちょっとね、今回ちょっと小難しいというか長くなるんですけど、ぜひ最後までちょっと楽しんで聞いてほしいんですよ。それはさすがに飛躍しすぎじゃないの？いや、飛躍しすぎな感じしますけどね。ビッグマムが仲間なのでどういうことやねんとか思う方もいると思うんですけども、うん、敵キャラとしての共闘とか、はい、敵キャラがまあ仲間になるっていう展開って少年漫画とかバトル漫画の王道的展開じゃないですか、うん、まあ、例えばドラゴンボールで言ったら、まあ、結構大魔王があんだけ悪いやつやったのに、まあ、仲間になってるとか、うんうん、まあ、言ったらベジータもそうですし、戦いの中で分かち合って次の大きい敵のためにまた共闘するっていうのがすごい、やっぱ僕はもう分かっていながらもワクワクする展開なんですよ。そんな少年
年漫画のまあ王道の展開を尾田先生が書かないわけないと思ってるんですよね。はい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 、ワンピースはもうすでに書かれてるわけですから。まあ、そうですよね。クロコダイルとか、そう、頂上戦争編でね、クロコダイルとね、アラバスタのかつての敵でしたけども、共闘しているわけじゃないですか。で、まあ、その時もみんなワクワクしたと思うんですよ。だったら2年後の展開として四皇のビッグマムとのまあ共闘があって、まあ、おかしくはないでしょと前提としてね、はいはいはい、ビッグマムはそもそも魂を2つ持ってるからと、まあ、考察することから始まるんですけど、自信のある考察なんで、はい、四皇死なない説の動画を70万再生されてるんで、これを超えたいと思ってるんで、おぜひ、ね、高評価とコメントと、そして何も拡散のほどよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ一人ずついきますね。はい、まずビッグマム、はい、ビッグマムは、まあ、ソルソルの実ですよね。どういう能力かというと、ソルを人から奪い取って、まあ、物に与えるということができますよね。自分自身の寿命を使ってパワーアップすることもできます。はい、ソウル、つまり魂を操る能力です。かなり強いですよね。はい、しかもビッグマムがソルソルの実の能力者になったきっかけって分かります？カルメロを食べたんじゃないのかとかも言われてますけど。そうなんですよ。悪魔の胃を食べたとかじゃなくて、人食べたらしいぞみたいな噂、まあ、食いわずらい中にその辺の落ちとったんかもしれないけどね。それはね、めっちゃありえるよね。でも今のところカルメルが前任者だから、そのまま食べて能力をな継承したっていうのが、そうそうそう、まあ、自然な流れじゃないですか。まあ、濃厚ですよね。カルメルはソウルを司る能力を持っていたわけなので、ね、そんなカルメルのソウルが簡単にまずなくなると思いますかということなんですよ。思い出してほしいんですけど、ソルソルの実で扱えるソウルには核というものがあるんですよ。はいはい、ブルックもね、弱いやつやったら抑えてましたからね。そうなんですよ。能力者のマム自身もソウルの核が違うというふうに言っていて、直接自分から分け与えているソウルっていうのは自分の分身みたいなもんやから、核が違うみたいなことも言っているわけですね。なのでカルメルのソウルの核が違うソウルだったと、まあ、考えてもおかしくはないわけですよ。なのでビッグマムはソルソルの実の能力を得たと同時に、核が違うカルメルのソウルも継承したと、ほうほうほう、まあ、仮定します。カルメルのソウルも自分の中に持っているんじゃないかということなんですね。その根拠まだ実はありまして、過去回想のねビッグマムはめちゃくちゃだったわけなんですけど、結構純真無垢というか、そんなに悪い人間じゃないように見えたでしょ。まあまあ善意はありそうでしたけどね。例えばこちらの描写、クマ殺しちゃった事件なんですけど、そもそもオオカミとクマが喧嘩してるのを止めようと思って仲良くしてもらいたくて一緒の檻に入れて、仲良くシーヒンからバチンってやった結果死んじゃったよってことで、思いのほか動機というのは純粋なものじゃないですか。フィジカルが強すぎてヤバい描写には見えるんですけど、まあ、ゆえにナチュラルボーンモンスターみたいなところですよね。でもそうなんですよ、まあ、いいやつっぽいようには書かれてます。つまりね、カルメルのソウルを取り込んだことでカルメルの悪の心に支配されちゃった。はい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 。で、現在の凶暴で残虐な、まあ、ビッグマムになったんじゃないかと。ここからが、まあ、ビッグマムが仲間になる予想に今つながってくるんですけど、はいはいはい、今週号のキッド&ロー vs ビッグマムの戦い、この戦いでマムの中のカルメルの心だけが倒されるんじゃないかというふうなことを予想しました。元の心優しいマムに戻ってアルフィーの味方になるんじゃないかっていうことなんですよ。よく考えたら、ビッグマムの夢って別にルフィと敵対するような夢じゃないんですよね。おー、なるほど。覚えてます？ビッグマムの夢って全く囲むやつですね。大事なとこが抜けてるんですよね、みんなで同じ目線でなんですよね。そうそうそう、同じ目線で食卓を囲んで、まあ、飯食うぞ宴するぞって、はい、ルフィと近くない？まあ、確かにね。ルフィの夢の果てまだ分かんないですけど、多分笑われるぐらいだからきっとこんな感じかもしれないですよね。なんか世界中の人種とかを問わずみんなで宴することやみたいなことかもしれん。じゃあそれって結構似てるなと思うんですよ。はいはいはい。じゃあルフィも同意できる夢だったら、仲間になることはまあまあなくはないだろうなと。そうですね。そう、夢のために行った、まあ、シーザーの研究っていうのはもう絶対もうダメな、まずいものだったし、この子はあのビッグマムの表情がめっちゃヤバい感じの悪人面してたから、はいはいはい、ヤバい感あるんですけど、まあ、カルメルのソウルの影響を取り除いてしまったら、純粋な、まあ、夢を持っているババアみたいになるんじゃないかなというふうに思いました。なるほど。はい、ということで今後オリンとかマザーモードのような感じでビッグマムが関わってくるんだよという、まあ、予想でした。土曜日かな、東亜君が挙げてくれたその、はい、ワノ国編後の展開予想の動画ありました。はいはいはい、はい、詳しくはこの動画を見てほしいんですけど、次は冥界編と、冥界激闘編ね。そう、激闘編ね。読み読みの実の覚醒で読みの国に行けるかもっていう予想の内容だったと思うんですけど、はい、ブルック以外でソウルを扱える人間誰やねん。ビッグマムですよね。そうなんですよね。東亜君の予想してくれた冥界編が本当にあるとしたら、まあ、それだけで楽しみなんですけど、そこにマムが味方として関わってくれたらめちゃくちゃ面白いなっていう。ああ、まあ確かにクロコダイル的な感じでは関わってくれるかもしれないですね。ね、じゃあ続いて、じゃあシャンクス。まあ悪いいいって言ったらこの男ですよね。そうそう、もう代表選手ですよね。1月26日にシャンクス2人いる理由という動画で、まあ、僕がお話しさせてもらった通り、ね、魂2つ持ってるって意味じゃないの、はいはいはい、いう考察なんです。詳しくはねこちらの動画を見てほしいんですけど、まあ、結論としてこの動画ではドペドペの実モデルドッペルゲンカみたいな
ぐらいですか、なんか今あドッフリゲンガー魂2つあって1個寝てるんちゃうか、はい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 、大丈夫ですか、大丈夫ですよ、起きてます、分裂して善人と悪人に分かれたんじゃないかみたいなことを僕言ったんですよ、はいはい、魂を2つ持ってるというよりは、はい、魂が2つに分かれたんじゃないかというふうなことの方が宮崎正確かも、そうですね、はい、シャンクスの魂も2つある可能性は、まあ、全然あると思っていて、おお、改めてシャンクスの2人説の根拠をちょっと紹介しますと、まずそもそも物理的に無理のある移動手段ということで出ましたね、移動速度ということで、はい、あの海兵が言ったモブキャラ発言で言ったやつですね、はい、そうなんです、四皇海道との小競り合いつい昨日のこと、その当人はもうここにということで、新世界からマリンフォードに急に現れたことが、うん、2人いるか瞬間移動してるしかもう説明つかへんよみたいな、そうコーティングがね時間かかるからありえへんということなんですよね、そうなんですね、まあ、このシーンから、うん、またシャンクス2人説っていうのが出てきたりとか、シャンクスが時々の身を継承してるんじゃないかっていう考察が生まれるきっかけになって描写なんですよね、で続いて第1話で善人キャラのイメージが強い一方で、うん、悪人顔や怪しい行動してるシーンが頻繁に描かれている、まあ、確かにな、はい、特に1月のシャンクス動画の原稿作成で、まあ、改めて、まあ、登場人物をまとめてみてびっくりした描写があるんですけど、こちら、ほう俺たちを超えるのか、この帽子をお前に預ける、うん、この時のシャンクスっていい兄貴感ってめっちゃ好きくない、いやそうですよ、感動的な一話なわけなんですけど、マジでこういう先輩とか上司に当たりたいと思った人たくさんいるでしょ、そうですね、ただねこちら見てほしいんですよ、同じシーンのくせにめっちゃ怖ないこのシャンクス、そう一話の時は表情見えなかったですからね、そうこちらですね、魚人島での回想シーンになるんですけど、ルフィから見てたらこう見えてたんかみたいな感じの、そう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 、だから僕たちの持ってるシャンクスの優しいお兄さんみたいなイメージとは全く逆なんですよね、そうだよね、もっと笑ってて欲しかったよ、なんかめっちゃ斜線描かれてるから、で皆さんの大好きなこのシーン、はい、ある海賊について話が、そもそも海賊なのに五老星と面会してるってどういうことやねん、いやそうっすね、そう悪人顔も相まって、まあ、謎が謎を呼ぶシーンとして、まあ、巷でも考察されまくるわけなんですけど、うん、このコマの顔はトレードマークの目の傷が映らない角度なんですよね、はい、でなんでなんだろうって思うんですよ、だったらこっちを映してた方がよりなんかシャンクス感が、まあ、シャンクスっぽいですよね、ね、うん、こっちであえて映すっていうことは、まあ、意味があるんじゃないかっていうことなんですけど、うんうんうん、まあ、他にも例えばキッドのね左手を切り落としたとか、はい、構想でっていうかシャンクス自身が落としたわけじゃないかもしれませんけど、うん、まあ確かに、そう他にも13年前に政府の護送船からゴムゴムの実を奪った事件とか、うんうん、まあ、直接描写されてないもののちょっと気な臭い香りもするんだろうなっていう、これちょっと謎ですね、ね、シャンクス悪人説という根拠はこの辺からかなと思うんですけど、確かにちょっと都市伝説的なノリになるんですけど、はい、シャンクスのモデルってまあ分かんないんですけど、小田先生がアシスタントしていたルロニケンシン、あ、ルロケン、そう主人公日村健信の説があるのをご存知です、へー、小田先生にとって師匠である和月先生の代表作の主人公は赤髪なんです、ほう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 、はい、ということで日村健信がシャンクスのモデルだったらちょっと面白いなと思ったんですけど、ルフィの尊敬してる人が、まあ、シャンクス、小田先生を尊敬してるのは和月先生、なるほど、はい、シャンクスも飛天光流を使う時が来るんですよ、なんでゾロを差し置いて剣心だと思うよそれ、ちょっと見てみたいわそれそうね、うん、ちょっとルロニケンシン詳しくない人はちょっと分かんないかもしれないけど、はい、剣心ってもう一つ名前があるんですよ、抜刀斎、そう日村抜刀斎っていう、それもいい剣士と悪い剣士っていう二面性があるよ、まあ確かにな、まさにそうでしょ、じゃあシャン刀斎ややこしいのシャン刀斎は、おうおうおう、どんなことするんですかシャン刀斎、赤髪のシャン刀斎怖っ、かつて海軍を全滅させたっていう、いや怖っ、なんかロブルッチみたいな過去みたいな、そう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 、怖っ、まあ、シャンクスの二面性を示すシーンっていうのは、まあ、探せばもっともっといっぱいあって、はい、まあ、先ほど紹介したシャンクス2人説の動画では過去に登場したシーンを検証してますので、ぜひご覧ください、はい、続いて3人目黒ひげ、もうこれ3つぐらい魂ある言われてますけど、そうなんよね、はい、黒ひげが魂を2つ持ってるという根拠はシンプルで、闇とグラグラの実を両方宿してるからということなんですよ、作中では体の構造が異様なんだよいっていう風によいよいおじさまが言ってるんですよ、言ってますね、その詳細はまだ明らかにはなってないですよね、はい、で巷では海賊機のマークとか歯のかけ方とか一からケルベロス説とか、うん、心臓2つ説っていうのが言われてるんですけど、ありますね、個人的に魂を2つもしくはそれ以上持ってるっていう特殊事例でも確定でいいんじゃないかなと思ってるんですよ、確かにな、まあ、というのもその悪魔の実の能力が本人のどこに宿るか問題ってあるじゃないですか、はい、改めて考えたんですけどブラックが一番分かりやすいよね、白骨死体なんですよ、そうそうそう、そうだから肉体に宿るとか心臓に宿るとか不可能なんですよね、骨に宿る可能性はあるけどね、そう骨に宿るってでもちょっと表現として微妙じゃないですかそうで、じゃあめちゃめちゃ宿れるやんとなっちゃうから、骨身に染みるみたいな、
今日一の、あ、そうそう、染みてるよ、いい感じのことだよ。そう考えると悪魔の実はソウル、魂に宿ると考えるのが自然の、ね、普通ですよね。であれば黒ひげが能力を複数得られた理由は魂を2つ以上持ってたからなんじゃない、はいはい、黒ひげがなぜ魂を複数持ってるかの理由に関して、まあ、いろんな説があり得ると思います。巷で言われてるのは、まあ、そのケルベロス説、うん、バクバクの実の能力者のワッポル、もしくはその前任者にバクバクファクトリーで一体化された双子説ですよね、はいはい、これは神木くんの動画とかでもね取り扱ってましたけども、黒ひげの謎に関してはいろんな可能性があると思うので、皆さんも自分の考えがね、もしありましたらぜひコメント欄で欲しいんですけど、はい、続いて4人目、カイドウ。カイドウに関しては冒頭で触れた通り、生物としての強度がまあ異常であるという描写がまあすごく多いんですよね、うんうん、空島から飛び降り自殺をしてもまあ死なない、まあその辺はすごいんですけど、そうですね、まあ、海軍または敵船に18回捕まって40回死刑宣告でも死なないわけじゃないですか、うんうん、海軍も敵の海賊もカイドウを殺すために本当に手を尽くしてるはずなんですよ、うん、しかしこのナレーションのコマをご覧ください。カイドウが過去に挑んでるのはただの敵船じゃなくて海軍および四皇なんですよね。だからかなりレベル高い、そうなんですよ、ですよね、四皇の死刑宣告でも知らないカイドウはただ単に丈夫というだけで、まあ、説明はつくと思いますか。ほう、どういうことですか、はい、僕はね、異常なタフさの原因っていうのはパンクハザードで受けた人体実験なんじゃないかなちょっと思っちゃった。まあ確かにルナーリア族のキングもね実験されてましたからね。もうおっしゃる通りで、キングことアルベルさんも人体実験を受けていたとか、はい、そういうところから何か抽出されて自分の中に入ったんじゃないかなとかっていうことを考えると、まあ納得いくじゃないですか。なるほど。そう、もちろん他の可能性もあると思うんですけども、他の妖怪は魂を2つ持っているのであれば、カイドウも魂を2つ持っているという可能性もゼロじゃないよね。確かにな。あ、まあ、ただそんなと気になるのが、はい、カイドウが常に傷一つつかないようなタフで処刑でも死なないということなんですよ。ルナリア族っていうのは炎がついている状態とついてない状態で、ある意味2つの魂が切り替わるような、まあ、特徴を持っているわけじゃないですか、うんうんまあ、それでいうとカイドウは炎がついているルナリア族的なタフさを常に発揮しているので、今は魂を1つしか持っていないんじゃないかというふうなことをちょっと無理に推測したんですよ。ほうほう。だとすればビッグマムとは違って、カイドウはワノ国編でちゃんと倒される展開になるはずだと思ってるんですよ ね、 すね、はい、じゃあ2つ目の魂はどこでなくしたと思います。そもそもない。ああ、なるほど、うん、僕ね、あのパンクハザードで抜かれたんじゃないかと、魂を、まあ、どういうことかというと、パンクハザードでカイドウから抜かれた魂をもとにメカバンクが桃の助の人工悪魔の実を作ったんじゃないかと。へー。つまり魂2つあったとして、そこに魚王の実が宿っていたと。だそこを1個抜かれたんで人造悪魔の実にできたということ。なるほどね。なんかね、おかしいなと思う違和感はすでにあったんですよ、はいはいはい、あんだけ人工悪魔の実をちゃんと作れるんだったらもっと量産せえって。それはそうですね。そう、未完成失敗作だっても相当でしょ、うん、ちゃんと桃の助空飛べてるし、ホムラグも出せてるし、もっと複製したらいいんじゃないの。でも複製でいいんですよ、魂1個に対して1個しか作れないから、おみたいなことを思ったんですよ。作中では血統因子から作ったというふうに言われてるんだけども、血統因子が魂のことを指してるという可能性もあるじゃん。なるほど、はい。でもう一つはそのゴッドバレー事件で魂を一つ失ったかなとか、はいはいはい、まあ、これは完全に想像なんですけど、ゴッドバレー事件でカイドウは魂を二つとも失ってしまうほどの命の危険にさらされてしまって、それをソロソロの実の能力で救ったのがビッグマムじゃないかと。なるほどね。そう、だから結構な恩があるって、そういうことかなと、はいはいはい、ビッグマムがカイドウにウォーウォーの実を与えたということが明らかになりましたよね。普通に考えたらウォーウォーの実を与える必然性って全然ないんですよね。なんでなんていうことなんですよ。なのでソロソロの能力だけど対処しきれないほどの危機がカイドウの魂に起きて、その解決のためにウォーウォーの実を与えたことが一生の恩なんじゃないかという考察なんですよ。なるほど。そう、命をだが救われたから一生の恩だろうと。実を与えただけだったらなんか一生の恩っていうにはちょっと恩恵性がましくないですか。確かにね。そう、展開的にカイドウはさすがにワノ国で倒されると思うんですけども、うんうん、パンクハザードで人体事件に関してはもう今後の物語で絶対今書かれたり、まあ、触れられたりするわけですよ。まあ、それが楽しみですよね。そうですね。最後、作中にはもう一人いましたよね、四皇さんが白ひげなんですけども、うんうん、白ひげに関しては魂が2つあることを示唆するような直接の描写はなかったんですよ。なさそうですね。ただね、四皇魂2つ説を前提にちょっと読み直してみますと、匂、はい、わせっぽい描写はあったんですよ。ほう。それがこちらです。勘弁しろよワニ小僧、俺だっておめえ心臓一つの人間一人。これなんですよね。スクワードに刺された後に小さなコマで本当になんかボソっていう風に書かれてるんで見逃しちゃう人多いと思うんですけども、この発言が出てきた563話のサブタイトルが心臓一
つ人間一人なんですよ。ほう、だから割とサブタイトルで保管するほど割と大事なことなんですこれって。なるほどね、はい、だから重要な発言じゃないかというふうにも見えるんですけど、はいはいはい、つまりね、頂上戦争の時も白ひげは魂は一つしかなかったという暗示する伏線だったんじゃないかと。で他の四皇と違って白ひげにはもともと魂が一つしかなかったのか、二つあったけど一つになってしまったと。ただ白ひげにはまだまだ謎がありそうなので、今後も情報がねまた出てくると思いますと。まあなるほどね、はい、いうことが、まあ、ちょっと長くなりましたけど、これがね今回の四皇の僕のとっておきの考察なんですけど、いかがでしたでしょうか。いやー興味深かったですね。ねえ、なるほど、意外とシンプルじゃない、魂に宿るっていうのがなんとなく分かって、それが二つあるから全部四皇が今の状態にあることが説明つくみたいな。実質発光やったんですね。うーん、ごめん、どういうことかな。魂二つやから、うんうん、発光 2×4 で、うん、発光って何やねん、勝ち深いみたいなそれルフィが言ったやつ。そう、あれは確信をついていたみたいな。あ、なるほどな、うん、あれも伏線だった。あれも伏線でした。はい、ありがとうございました、はい、よっしゃ。本日の面白いぜひ高評価チャンネル登録お願いします。はい、まだちょっとね本気考察見たい方はね、ぜひまたいいやつ用意してるんで、お願いします。ちょっと高評価もう1万ぐらいいきたい。よろしくお願いします。コメント待ってます。お願いします。それでは See you。 チャンネル登録してください。